はいさい、今回は国頭郡本部町に来ています。そしてね、今から行くところはいろは神社という場所です。初めて来る場所なんで、どんな感じかね、見てみたら、ちょっと配所があります。ちょっとね、手を合わそう、お邪魔します。どんな感じかね、見たいと思ってるんですよ。あ、なんだ、意外とすぐありましたね、神社。こちらにも廃所みたいな感じになってますね。なんだろう、ここで手を合わす感じなのかな。というかね、なんかね、この辺あっちこっちにね、見えるかな、画面中央ぐらい黄色い花がね、イペイの花ってやつかな、これ黄金なんちゃらっていう。ヤシもすごいな。あ、階段がありますね。もしかしたらもっと続いてるのかな。ただね、やっぱヤンバルなんでね、ヘビがいないか、もう昼間なんでおそらく大丈夫だと思うんですが、あ、廃所が見えましたね。もしかしたらもともとはこちらの廃所を拝んでて、手を合わせお邪魔します。ここが先にできててね、後々神社が建てられたかもしれないですね。というか、あたりはやっぱりあのヤンバルの森ですね。すげえな、クバ。あら、意外と短くなっちゃったな。ああ、そうそうそう、あのね、ここ来る前にね、なんだっけ、イノハのね、石くびりだったかな、くびり石だったかな、そういうのもね、地図マップに載ってたんでね、もし近いんだったらそのままね、動画回しながら、カメラ回しながらね、行ってみたいと思います。とりあえずあのこの場所は、イノハ神社という場所でした。黄色いお花もね、咲いてていい感じです。よし、おそらくね、地図さっき見た感じではね、近かったんでね、そのまま行けるんじゃないかなって思ってるんですが、ハイビスカスも咲いてて、あちらの庭もいっぱい咲いてるね。でね、今日の沖縄はね、まあ若干白いうっすらとした雲があるけれど、晴れててね、眩しくなってますね。おそらくね、この辺から左に曲がる感じだと思うんですが、ここではないか。あ、ツツジが咲いたりして鮮やかですね。なんだろう、こう消防庫って、なんか古くからあるのかな、消防庫。字が映ってないね、逆光で見にくい、消防庫。そうそうそう、この黄色い花ですよ。ちょっとね、わかんないんでね、わかる方がいたらコメント欄とかにね、書いてくれてるとありがたい。すんごいな、マッキーだ。どこだ、左と右に道がある。右はさらに登る感じか、左行ってみるか。ここではないか。ここは民家みたいですね。ていうか、ここはさすがに行くのは厳しいな。まあ、地元だったらね、躊躇なく進むところなんですが、こんなね、2、3時間かかる場所、こんなとこで何かあったら厄介なんでね。お家になってるな。どうなんだ。こっから？全然わかんない。どこなんでしょうね。というか下は崖っぽくなってるな。
ここもお家？わかんないね。あ、でもなんかそれっぽい道になってるのでここかもしれないね。あ、ここっぽいな。看板とかね、ちょっとそういうのがあったらわかりやすいんですが。階段かよ。行くか。なんだここ気になるな。寄り道ばっかりしちゃって。お、なんかありますね。よいしょ。あ、もしかしたらこれですね。イノハの石こびれ、石くびれっていうことかな。読めません。なんかな、無像って書いてんのかな。それそれ石こぼれ、とさはあらな、読めませんね。なんかここから本来行くみたいでしたね。違うとこ通ってきちゃったよ。こちらがね、石首という場所かな。でね、なんかさらに上にね上がれる感じなんで、ちょっと気になるんで先に進みたいな。なんかまだねこの階段がね続く感じなんですよ。ちょっと体力的にきついけれど、行けるとこまで。あれ、意外とすぐ近くだ。よいしょ。はあ、綺麗だ。なんだろう、ちょっとした施設みたいになってるね。なんか書かれてます。イノハの石くびれ。イノハはちょっと薄れてるな。このね桜の建物が何なのかちょっと見たいな。トイレなのかな。お、なんもない。ただのぐるっと回る感じですね。そしてね、ぐるっと回ったから気づいたんですが、行けそうな雰囲気だけど木が倒れてるから、これはツツジ、真っ赤だ。真っ赤というか朱色というか。さらにねこのね石の中を映しとくか。さらにね奥にまた階段が続いてるような感じがするんでね、高台に行ってなんか開けた場所で土移しとくか。うん、桜が終わったらね土がね満開になるんですよね。あ、よかった。意外とね近い場所にあって、さらに登るってなると嫌だなって思ってたんですが、意外と近いとこなってよかった。展望台になってますね。なんかいかにもヤンキーとかがねたもろいそうな石くびり展望台。展望台になってるんですね。よいしょ。あら、残念。展望台っていう割にはあの草木がね
生い茂っててね、ここの一部分しか見えないですね。あ、なんか吹かれてる。元部の役場があって、まあ橋が見えてるんで、元部のね、あれが大橋、みんな島と瀬底島が本来見えてるみたいですけど、交差なのかな、ちょっと白くなってます、わかんないね。で、伊江島も本当は見えてるらしいんだけど、全く見えないし、中学小学、まあ、中学小学はおそらく画面中央あたりのね、運動場みたいなのがそうなのかな。はい、というわけで今回は、なんだっけ、井の葉だっけ、ちょっとこの展望台の名前を見ないと分かんない。あら、石首しか書いてないな。確かね、井の葉という部落の神社だったような気がする。なんか瓦が落ちてる。元部長のね、井の葉神社から、井の葉のね、石首というね、場所におそらく来たと思います。そして最後はね、石首の展望台からでした。最後までご視聴ありがとうございます。じゃあまたね、バイバイ。